おはようございます。おはようございます。本日の動画は、はい、なんでちゅか、なんですか、なんでちゅか。ちょっと今日はね、新メンバー多分紹介みたいな感じの動画サムネになってると思うんですけど、はい、まあ、昔一回出たんだわ、足場の静岡教会。たまたま奇跡のそいつがおったんだけど、まあそいつさ、あの視聴者の皆さんにちょこっと簡単な経緯を説明すると、俺、まあ正月の正月、本当にもう土正月の中、31日か、3日かなんか、ちょっと忘れたんだけど、はい、休みの間に、まあ面接が入って、営業規模のやつで、まあ来たんだけど、はい、でまあ面接しとる時も、俺もまあまあ正直俺もあんまり採用するつもりないよって本人にも、まあ最初から言って、はい、いろいろ喋ってて、そいつがまあちょっと面白かったんだわ。でお前を俺は採用したら、どういうメリットがあるのって俺はそいつに言ったの。はい、社長に女紹介できますって言ったら、こいつバカかなと思って、こいつはバカだなと思って。でもまあ真面目っていうか、自分をガツガツできる中に真面目さっていうのがすごいあるなと思ったから、はい、まあ俺は採用したんだけど、はい、うちの営業と違うことやってるわけね。近隣の挨拶とかもう今その自分のところの、まあ、100本150本ぐらいかな、月見積もり依頼があるんだけど、はい、それに対応して見積もり行く人、はい、現場管理する人っていうのは足りてますんで、はい、お前が採用して自分で仕事作ってこいって言ったの俺。あ、はい、で挨拶回りとか今やってるじゃないですか、まあ、とにかく6ヶ月間で、結果持ってこい。でそしたらもう俺別になんか会社作ったるわみたいな話したの。あ、金出したるもんね、はい、なんかじゃあうちの会社の、まあ、リフォーム部でも何でもいいわけじゃん、はい、そので挨拶チームでもいいわけじゃん、はい、で何かお前が責任者でやれるような仕事、はい、やりゃいいじゃんって、はい、いう話で、その代わり俺は6ヶ月で結果出なかったらお前クビにするぞって、だから自主退社しろよっていう風で採用したんだわ、はい、うん、だからそれ分かりましたって言って今頑張っとるんだな、はい、まあ俺はこの2ヶ月見て、まあ、あいつ面白いなと思ったんで、まあ長い付き合いになるなと思ってるから、はい、まあ、レギュラー化させていこうかなと思ってるの動画でね、はい、まあ、今日朝ちょっと大事な話があるねって呼んで、はい、まさかの首にしてみようかなと思って、うん、なるほど、もう今日首にします。はい、この朝から、朝からあいつ首って言われたらどうなんて言うんだろうな、うん、やばそうですね。ちょっと歯向かってくるかもしれないな、性格上、あいつの性格上。確かに。歯向かっていけるかですかとか言ってくるかもしれないな。はい。さあ、久々だな、会社に来たの。なんか、久々じゃね、昨日来てねえだろ、俺。来た。来ましたね。来たか。おはよう、誰もいねえわな。さあ、あいつ締めようか。はい。なあ。はい。まあ、座って、ぼちぼち来るだろう。10分前。な、はい。あ、隠しカメラ設置しやな。また iPad 作戦か。最近この iPad 作戦いいよな。結構使えるな、この iPad 作戦。こんな感じ、はい、ちょっとこれ、ちょっと斜めにしよっか。あ、こんな感じ、はい。結構使えるな。あいつここら辺座らせるだろう。はい。こっちの方がいいのかな、うん、こっちだな。さあ、また社員を朝からいじめて楽しむか。はい。またちょっとお前バレるお前かよ。本当。お前が。私向こうでも。向こうで撮ってきる。はい。動画を撮ってきます。もう来る。ぼちぼち。ぼちぼち来るだろ。おはよう。おはよう。ええ。待っとったぞ。こっち来い。いい感じです。はい。何で呼び出されたと思う？そうっすね。なんで、わからんっすね。ん？わからんです。何で呼び出されたと思う？社長が、うん。僕のこと好きとかさ。ふざけんじゃねえって。わかりました。あのな、はい。いや、お前さ、はい、仕事はどうなん？
仕事、そうっすね、うん、まあ、で3件くらいいただいて、まあ、このままあの半年以内に結果を持ってこれるように、まあ、やっていってる段階ですね、うん、はい。俺との約束覚えてるのか。そうですね、覚えてます。半年以内に結果持ってこない方はもうクビになるよっていう話は覚えてます、うんうん、ちょっと俺もいろいろ考えて、まあ、もう2ヶ月だろ、はい、何件持ってきた。今3件ぐらいですね、うん、まあ俺もちょっと今まで3ヶ月、はい、2ヶ月か、はい、見させてもらって、はい、まあ、いろいろ考えたけど、はい、うん、まあ半年待たんでもいいもんで、もうやめる。え、本気ですか。本気だ。俺は冗談なんか言うと思う。いや、言わないと思ってます、うん、やめていいぞ。いや、このまましっかりあのやらさせてもらいたいんですけど、うん、何をやりたいの。やっぱ営業したいですね。したいです。一生懸命やってんの。一生懸命自分で決めるのちょっとおこがましいかもしれないですけど、うん、一生懸命、うん、やってます。やってるか。やってます。あ、やってます。やってるように俺は見えないんだけどな。あ、そうですか。うん、うちの会社のモットーってお前に、まあ、よく言うじゃん。はい、うん、まあ、うちの会社のモットーっていうかな、はい、大事にしよう、まあ、俺が大事にしようことって何だ。お客様が大事ってこと。お客様が大事、うん、他には。まあ、他に仲間が大事とか。ああ、社員ですね、社員が大事とか。ああ、他には。他には最終的に、うん、まあ、女が大事。女が大事。お、はい、他には。他には社長が大事。はい、俺を大事にしろって。そうですね、うん、もう俺大事にしてんの。むちゃくちゃ大事。大事っていうか、うん、単純にリスペクトしてます、うん、どういうところ。社長と一緒に行ったお客さんの現場の時に社長が、まあ、僕も営業だったので最初の時にその初めて契約をもらったお客さんの時に自分は数字のことばかり見てたんですけど、うん、まあ、社長がそれよりもお客さんを喜ばせるような提案していけよって言われたのが一番リスペクトするところですね、うん、本当にお客さんが大事っていうのを一番教えていただいたところが、うん、今の自分にはなかったところ。じゃあお前できてんのそれ。今はできてますね。あ、今はできてます。俺は正直そんな風に見えんだよな。そうですか、うん、どういうところがですか。あ、どういうところが。それは自分で考えるんですか。お客さんに何ちとした提案できてんのお前。そうですね、できてると思ってますね。まあ、俺はまあな、もともと6ヶ月見るって言ったけど、はい、うん、まあ、今のお前の行動見とったらまあもういらんかなと思って。はいはい、うん、そうか。やめるよ。やめるよ。俺お前がもうちょっとな、はい、うん、面白いかなと思ったんだけど、はい、やっぱ年になと思って。僕としてはやっぱりこの会社でもっともっとまだまだ全然一人前というか全然貢献できてないって思ってるんで、うん、まあ、社長と飲みに行かせてもらっていろいろ社長の人柄とかも知って、うん、もっともっと貢献していきたいって思ってるんで。絶対に貢献できてないと思ったんだろう。いや、そういうわけでもないんですけど今現状でも多少なりはできてると思う。3件4件持ってきてお前、はい、持ってきたら500万ぐらいかあれで、はい、全部で、はい、まあ、数字拾っていくと、はい、500
うまいわ別にやむな。そうですか、お前と仕事やるぐらいやったらお金なんわ。だってお前お客さん大事にしろって俺話、まあ仲間は大事にしろかもしれんけど、はい、お客さん大事にしてるか。してます、してます。じゃあお前長久手の現場どうや。長久手の現場そうっすね、うん、何で俺が辞めろって言ってるか分かんない。分からんですね。全然分かんない。全く分からんですね。ん、心当たりもないっす。じゃあ長久手の現場どうだ。長久手の現場はお客さんには喜んでいただいてます。え、喜んでいただいてます。俺はそうやって聞いていねえけどな。自分が感じてるのは空いてくれてるのかなと思ってたんで、ん、あの満足してくれてるなと思って、うん、例えばあの塗装してる時も、うん、めちゃくちゃ綺麗になって嬉しいわっておっしゃってたりしたんで、うん、あの本当やってもらってよかったわって言ってくれてたんで、うん、ちょっと俺が聞いてる話とは違うな。そうっすか、うん、まあ言ってるだけじゃなくてな、はい、まあお前はなあ、はい、うちの会社入って2ヶ月か。そうですね、はい。お客さん喜ばせるってもっと動けてんの。そうですね、それは常に意識してます。胸に手当てても言えるの。そうですね、言えるの。言えるの。使えます。お前ちょっとなんかしてやったみたいな、もうやめさせるぞ、マジで。決めてんだ、これ。もう冗談だと思ってるだろ。おい、冗談だと思ってるだろ、お前。本気でやめさせるぞ。あ、本気ですか。うん、そんな言わんがよ。そうっすね。お前何、ドッキリってバレてる。え、だってこれ、ドッキリしか考えられない。内容が。うわー、つまらんわー、反応が。みのちゃん、みのちゃん。ちょっとダメだったな、ちょっと俺もいかんかったな、朝で。いや、なんか俺の味方が下手だった。なんか途中で気づいとっただろ、お前。気づいてました。いや、なんかこいつ途中で気づいとんなと思って。はい、嘘。はい、気づいた。気づきました。すいません、この茶番につまり つけ合わなきゃいけないかなと思ってました。うわー、つまらんかった。嘘、なんで気づいた。いや、なんか佐藤がいきなり首っていうのもおかしいなって思って、うん、なんかそんなお客さんも言ってる素振りないしなって思ってたんで、うん、もう全然心当たりないこと言われてたんで絶対動画回ってるやろなって思いました。そう、はい、気づいてました。あら、あいパッドでバレた。あら、あいパッドがあったんですか。そうそうそう。なんだお前、面白ないな。すいません。お前これからもう YouTube で行けない。あれ、行けないんですか。面白いよ。あ、ありがとうございます。まあ、分からんけど、まだ、まあ、6ヶ月でやって、まあ、結果持ってきて、はい、まあ、順調に結果も持ってきてるし、はい、まあ、何よりね、まあ、数十人よりも、まあ、みんなと仲良かったもんな。まあ、そうっすね。まあ、皆さん人がいいんで、本当に、まあ、いい意味であるじゃない。営業とかともすごい仲良くやってんじゃん。はい、なあ、どう。いや、いい雰囲気だと思う。な、結構みんなと仲良くやってるな、はい、本社の営業とかでも好きな方やったな。はい、どう、こいつどう。いや、まあ、どうだろう、何かも全然わかんないですね。ちょっと、あんま絡みあんまりないか。そんなこともないですけど、うん、発言が薄っぺらいです。確かに。な、確かにお前そうだよ。あさす。だけど、まあ、いいように溶け込んどるよね、一応会社ね。で、まあ、お客さんは大切にしちゃうのかな、ちょこちょこ。めっちゃ見るよ。ちゃんと歌えてくれた。同僚のレギュラー化しとこうかなって、こいつ結構面白いじゃん。はい、で、結構あの足場班との絡みもあるんで、俺がいないんだけど、まあ、結構一緒に足場班と飲みに行きたいと思う。そうですね、そうですね。うん、で、そういうところは、まあ、いいのかなと思うんで。これ、マイクも貸しとかいいのかな。全然わからんっすね、これ。裏返しとかいいな。すごい。で、今から一緒にどこするの。はい、で一緒についてもらうんだ。そうですね、うん、まあ、結局外壁塗装のことはあんまり知識はないけど、まあ、近隣とかで興味ある人とかを来たんだろう。で、塗り替え道場の商品は周りの人がお前を助けてくれるってことだよな。そうですね、まあ、それだけでもすごいよな、みんながお前を助けてくれるっていうのは。そうですね、別に俺は何も言ってないんですよ、本当に。まあ、勝手にやって好きなことやってくれって言って、
でお前が飛び込み行ってお前が決めてくるのが最初やってくれたけど、こうやってみんなを巻き込んでくれてるってことだよね、うん、まあ、これからまたこいつの面白いところもね、新たなメンバーになって、はい、動画レギュラーでもいい、大丈夫です大丈夫です、いい、はい、レギュラーでもいい、俺でもいいです、だろ、勘弁してくださいよ、レギュラーでもいいですか、いや無理です、レギュラーでもいい、もちろんです、ね、僕はたまに出てくる、ちょっと先にネタが弱いから、はい、なかなか時間がなくて現場を取りに行けてないからね、はい、うん、ちょっとあれですけど、またじゃあちょっと面白い動画作ってきますんで、あ、そうそう、まあ営業ついでにあれですけど、まあ、こんな営業マンが雇えないっていう人、あのマッチングで外壁塗装のお客様と、あ、外壁塗装を考えてるお客さんと塗装屋さんだよね、本当に 3% から 5% ぐらいの目標で、完全にもうお客さんから主導だから、こっちからもう促進するようなサイトじゃなくて、もうちょっと4月頭から真ん中ぐらいになっちゃうかな、ちょっと今遅れてるんで、うん、公開できる予定になってますね、あの業者登録だけね、ぜひ、ほんでもうあのちょっと今はもう自由に入れるんで、 もしかしたらもう後半なんで登録しても地域で多いところがちょっと切っちゃうから、もしかしたら登録してもごめんなさいっていう後でね、実際オープンの時にブワーってリストにもう400社ぐらい集まっちゃってるんで、はい、で実際にここがちょっと多すぎるなって言ったら、やっぱみんなにまんべんなく仕事が行くようにしたいなと思ってるんで、あんまりね仕事も少ないうちから登録業者だけが多いじゃん、お客さんも悩むかなと思ってるんで、ちょっとあの後でちょっと間引かれる可能性もありますけど、まあ、先着順にするつもりなんで、ぜひ早めに登録の方よろしくお願いします。また見て、お前もちょっとレギュラーなんだから、レギュラーまた見てね、やってみせろ。お前の面白いまた見てね。また見てねですか、うん、じゃあ。また見てねー。なんすか今、鳥肌立った。鳥肌立った。そうそうそう。やばやばそう、やば、恥ずかしいっすめっちゃ恥ずかしいっす、やばかったな、はい、恥ずかしいっす、いや、なんでもそんなうちにどうしたらいいか分からんすもん、とりあえずオーバーにやろうってことで、じゃあラストチャンス、ラストチャンスですか、うん、また見てね、ちょっと待って、ちょっと恥ずかしい、恥ずかしい、どうしたらいいですか。